30億の人命が核戦争で失われた1997年8月、生存者はこの日のことを審判の日と呼んだ。人類の悪夢はさらに続いた。機械との戦争である。悪の頭脳コンピューターはサイボーグを張り、殺害の目標は私の息子ジョー。それに対し抵抗軍はターミネーターを引いてきた。こうしてジョンをめぐる死闘が始まった。 I'll be fine。バイクのキーをよこすんだ。おい、聞いたかよ。時間がない、早くしろ。小さい。コンピューターミスだ。宮沢りえの写真集。お、落ち着けばね。
やっとおとなしくなりましたよ、所長。ジョンに会わせて。取り調べを続ける。確か君は1997年8月30億の人命が核戦争によって失われると、そう言ったな。言ったよな。言っただろう。黙ってないで何か言ったらどうだ。cream and sugar. Oh. サラコナーが収監されてるはずだ。面会時間は午前中です。明日おいでください。私は味方だ。君の息子の命を守りに来た。開けろ。開けるんかい。奴は君の息子ジョンを殺しに来た最新型サイボーグだ。
よ。歳なんだからこんな走るやけないんだったりも。奴は死んだ。ジョンの居場所に案内してもらおうか。
終わったわ。これで未来戦争が起こる危険は去ったのね。あと一つ残ってる。え？私だよ、サラ。私はこの世に存在していてはいけないんだ。未来戦争を起こさないためには自分で命を絶つことはできない。ターミネーター。さあ、押してくれ。目の前には未知の未来が。だが今は希望の光が見える。機械のターミネーターが生命の価値を学べるなら我々も学べるはずだ。